You're listening to Shibuya Cross FM. せーの、こんにちは。始まりました、ゆうゆのサンセットパラダイス。この番組は代々木女子音楽院がここクロス FM でサンセットタイムのひとときをゆるーく楽しく、時には時事ネタや情報発信の街渋谷らしい話なんかも混ぜたりしながらお届けします。皆様、このひとときをどうぞ楽しんでください。それでは今日はこの曲からお届けします。サーチ。大好きと今日はね、シルバーウィーク3日目ということで、皆さんその前にですね、今日、はい、そう、今日は公開生放送ということで、うん、人が多くない？そうなの、ね、さすが嬉しいシルバーウィーク3日目ということなんですけれどもまず最初にね、私たちのメンバー自己紹介をさせていただきたいと思います、
じゃあ、はい、私たちのところからいきます。はい、はい、はい、私たち代々木女子音楽院です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、リーダーのピンク担当さゆりこと森山さゆりです。はい、紫担当の月菜こと杉浦月菜です。はい、水色担当美代こと佐々木美代です。はい、オレンジ担当キイちゃんこと鈴木キララです。はい、そして今日はお休みですが、はい、白担当の中島明子ちゃんという子をね、うん、いて5人でいつも活動しています。はい、今日キララが初めて、ね、いらっしゃい。おめでとう。おめでとうかな。ありがとう。なんかいらっしゃいも違うよね。キララのホームでもあるわけだけど。やっとだね。やっと、やっと出れた。なんで出れなかったんだっけ。ね、先月は舞台に出てて、うん、そう出れなかったから、うん、ようやく今月から合格しました。お願いします。お願いします。緊張してる。緊張してるよ。緊張するよね、この空間。そうだね。めっちゃ良かった。ミオは先月が初めて、うん、どうですか、先月に比べたら、まあ、まあまあ、ね、いけるかなみたいな。緊張してない。なるほどね。今日はね、あっこ休みですが、この4人でね、ちょっといろいろね、友情の話だったり、いろいろしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてね、さっきも言いかけたんですけど、今日はシルバーウィーク3日目ということで、はい、皆さんね、休日のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今年はね、ちょっとね、いつもと違った特別な休日というかね、うん、まあ、コロナの影響でだと思うんですけれども、うん、本日の新型コロナウイルス感染者は98人、うん、ね、うん、まだまだね、ちょっと終わりが見えない状況ではあるんですけど、それでもね、エンタメ業界でいうと規制はね、緩和されつつありますね。いろいろあるよね。なんかあるね。あるね。あ、言ってくれるのかと思う。なんか、うん、あ、規制みたいな。はい。あ、なるほど。今ちょっとそれを振ったつもりだった。はい、ごめんなさい。今規制緩和されつつありますよねって言ったら、はい、はい。え、ごめん、今普通にずっと目見てた。ごめんごめん、見つめ合っちゃってんだよ、それはもう。はい、例えば、はい、例えばあれだよね、うん、あの掛け声が、あ、掛け声、掛け声、あのライブとかの掛け声ライブの掛け声とかがね、うん、なんか50%、うん、あれ 50% 人を減らしたら、うん、完成をしていい、掛け声をしていい。そう、まとめますと、はい、はい、例えば100人のライブ、うん、普段だったら100人できる、100人に呼べるライブを50人にすれば、コール、ライブでいうコールをしていいよっていう規制に変わったっていうことでね、はい、友情はまだね、コールは一応、うん、全面禁止でやらせてもらってるんですけど、うんうん、キララとかミオはまだコールがあるライブやってないもんね。体験したことないね。そうね、ね、イメージがなんかね、湧かないんだよね、コールのライブを。いやね、やっぱコールあるといいよね。いいね。そう、あとは、うん、GoTo キャンペーンが東京も解除されたりとか、うんうん、はい、そう、あと劇場のね、入場制限も、それこそコールとかがなければ、うん、もうね、そのまま入れていいよとか、ね、ね、どん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 緩和されつつあるけどね、まだ、まあ、油断は禁物という。そうですね。で、そう、このまま行くとさ、どんどんしばらく結構自粛していた、うん、あの地方遠征とかも、うん、行きたい、どんどんね、行けるんだけど、どこ行きたいとかある？名古屋。名古屋。好きだわね。そうだね、そう、行ってみたい。愛知出身っていうのもあって、うん、確かに。私、あの前にさ、加入前にマレーシア行ったって話聞いてたから、はい、海外とかもすごいね、楽しみ。あ、なるほど。行きたい。マジ関東からさ、出ない人間だからさ、マジもうどこでもいい。地方にちょっと行ってみたい、その体験、うん、わかんないから、その実感っていうの。そっか、でもマレーシアに行ったのも、台湾に行ったことも友情はあるんだけど、うんうんうん、その経験をしてるのがもう私しか今いない、ね、月菜ですらまだ、うん、そう、だって月菜加入してたけど、まだ入りたてすぎて、うん、そっか、そう、ライブをまだしてなかったから。うん、そうだ、そうなのよ。ってことは、次じゃあ海外友情で決まったら、うん、私以外みんな初遠征、うん、海外遠征、楽しみ。よろしくね。よろしくね。案内。案内、ちょっと案内はできないけど、でもね、楽しみなことがいっぱいでね、うん、これからも
このねキララミオを迎えた新体制でね、うん、頑張っていきますので、はい、このねラジオを聞いてくださっている方もこれからもゆうじょの応援よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はなんとベリーベリースペシャルなゲスト様を呼んでおりますので、うん、ちょっと呼びたいと思います、はい。私たちの大先輩になります元代々木女子音楽院1期生そして2代目リーダーで現在は女優として活動中の豊川邦さんです。パチパチパチイエーイわー邦さんいらっしゃいませはい、じゃあちょっと自己紹介の方お願いします。はい、元代々木女子音楽院のリーダーをやらせていただいておりました邦ちゃんこと豊川邦です。今日はよろしくお願いします。お願いします。邦さんやだ緊張するでも結構念願だったんですよこの友情の番組に、うん、やっぱね友情をね作ってくださった偉大な方なので、ね、うん、いやもうじゃあ銅像立ててもらっていいですか頑張ります言うからには銅像まで本当にありがとうございます。なんかさ、さゆりとかあとツッキーとは、はいはい、ちょっとね、ツッキーとかは友情入る前に少し一緒にね、うん、なんかイベントで絡ませてもらったりとかしたんだけど、うん、はい、もうお二人に関しては初めまして、初めまして、初めまして、かわいいさっき楽屋でね、うん、あの初めましてのご挨拶してて、うん、そっか初めてかって思ってちょっとびっくりしちゃって、初めてだよね。でもずっと動画とかで見てたから、うんうんうん、なんかすごい今ね緊張してる、うん、緊張はしてる、ね、大先輩だよ、やばくない？そうだよ何年、うんね、何年ぐらい違うんだろう。あれでも邦さんが2期、そう1期からして2年半ぐらいやって、うん、全くねメンバーが入れ替わったから、うん、そうですね、すごい間1年ぐらい、やっぱりまるっと1年ぐらいあるのかなと思うけど、うん、メンバーカラーって今あるんですか？あります。おー、はい、でも黄緑、緑いないね。そう、え、キララちゃんは何色？キララちゃん、私、キララちゃんはキララちゃんはオレンジです。オレンジ色、オレンジ、私は水色です。水色、そう、私緑色、黄緑色担当で、うん、で、新メンバーがね、やっぱり入るとさ、黄緑色誰かいるかなと思ってルンルンで見るんだけどさなんか毎回黄緑色のメンバーがいなくて黄緑色避けてる？いやいや最初、うん、あの黄緑やっぱ可愛い色じゃないですか、うんうんうん、欲しいねってなったんですけど、うん、結構その、まあ、プロデューサーさんの考えもあり、うん、メンバーカラーはもう自由に、うん、好きな色でいいよみたいな感じでね、たまたまです、うん、たまたまです、よかった、よかった。いやでもちょっと邦さんがもう偉大すぎてちょっと黄緑背負うの、うん、やばいっすよ、いや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 、最初緑に手出そうとしてたんです、うんうん、いいじゃんいいじゃんなんで手出しちゃいけないものみたいな禁断のみたいな禁断の緑みたいになっちゃってやっぱりなんかオレンジの方がしっくりくるねってなって、うんうんうん、そっか、明るい色だからね、うん、そうです。でもなんか衣装とかも私たちが着てたやつをそのまま引き継いで、うんうんうん、みんなが着てくれる時もあるじゃない、はい、だからそれがさ、なんかもう今一ファンみたいな気持ちだからすごい嬉しくて、なんかライブの映像とか、うん、こう今日もさ、こう観覧でねお写真撮ってくださってる方たくさんいらっしゃるんですけど、うん、そうやってね、あの皆さんが撮ってくださった写真がねツイッターとかでこう流れてくるんですよ、うん、もうそれを見るたびにね、あ、私たちが着てた衣装だと思って、めっちゃ嬉しいからさ、うん、もうすごいなんか親みたいな感じの気持ちで、もうめっちゃね、やっぱ、うん、私は邦さんとちょっと一緒にステージに立たせてもらったりとか、うんね、ある、あってこそ、うん、緊張もあるけど、多分ない方もない方できっと、そうだよね、やっぱね、雲の上のみたいな感じになるから、きっと本当に友情結成からの約3年間を邦さんはね、うん、あの作ってくださったんですけれども、はい、ちょっとここで友情の昔々話というか、昔話、はい、聞きたい、なんか私が入った時はなんか選抜制度っていうのがあったんだよね。今ねないと思うんだけど、最初11人ぐらいメンバーがいて、でライブにさ、その11人で今出れないじゃない。そうですね、今でこそね、コロナで人数って言われてるけど、やっぱライブハウスそんなに広いところないし、まだ結成したてでね、大きいこう会場に出れることもなかったから、選抜制度っていうのがあって、メンバー同士がねすごい、なんだろう、バトルみたいな感じで戦ってたのが1期生で、まあそれが2期生が入って2年目からはすごいなんかメンバー一致団結で頑張ろうっていう方向にちょっと変わったりとかして、でそのタイミングでこう色がねこう決まったりとか、あとはちょっとなんだろうな、私たちは結構かっこいい目のコンセプトの曲が多かったから、
なんだろう、道っていう曲だったり、あと出かけるんですけど、うん、そういう曲とかが多かったから、うん、なんだろうな、そこでちょっと雰囲気もガラッと変わって、うん、学生感っていうよりもちょっと強めの女の子たちっていう雰囲気がそこであって、うん、っていう感じだったから、なんか今のヨヨジョちゃんのこう可愛くてキラキラでふわふわでもザ・アイドルみたいな感じとはまたちょっと違ったかなっていう感じは。確かに私2年前にヨヨジョに入ったんですけど、うんうん、その当時まだ女優としてのお仕事しかやってなくて、ヨヨジョの候補生になりますっていう話をいただいた時に、うん、と思って、私の中の印象はやっぱヨヨジョといえばかっこよくて、うん、力強くてパワフルで、うん、もうとにかくかっこいいお姉さんたちっていうイメージが強すぎて、ね、本当に結構そこの自分の中のギャップが大きくてみたいになっちゃうよね。そうですよ、なんか光栄の反面、うんうんうん、その分やっぱすごい恐縮というかもう緊張しちゃうみたいな感じで、すごいね、本当力強い曲でパワフルに踊るみたいなのがすごかったからね、うんうん、なんかちょっとね、そうですね、雰囲気が変わりましたね。今日たまたまこのラジオ前に1本ライブがあって、うんうん、2年前からヨヨジョを知ってくださってる方に会って、ヨヨジョ変わったねって言われて、やっぱりなんか同じ曲だとしてもやっぱ歌ってる人も全然違うし、うんうんうん、でやっぱり変わった当初はしっくりきてなかったんですよ、ね、私たちも、ね、どこかやっぱクニさんたちみたいになりたいっていう気持ちが強すぎて、うんうん、自分たちの持ってる色よりも、うん、とにかく寄せたくて寄せたくて、うんうんうん、すごいもう真似したくて仕方なかったけど、やっぱやっていくうちにやっぱ自分の色だったりとかを結構ね気づいて、ね、やっと今は、まあ、この今のメンバーの友情っていう風にはなってるけど、うんうんうん、でもやっぱりクニさんたちのパフォーマンスはもうめっちゃかっこいいです。私ヨヨジョに入るって聞いた時に、うん、もう YouTube とか動画めちゃめちゃ漁って、ね、ありがとう。そしたらめっちゃ迫力あるし、うんうんうん、なんなら自分たちの今のやつと見比べてもすごいってなりますもん。いや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 、違う曲に聞こえるレベルで、うん、本当に迫力がすごいわかる、うん、思いました。でもなんか今の曲ができて、あのほら私たちが歌ってないサーチとか、そういう曲ができてセカンドチャンスとかね、はい、で見てたけど、なんか全然みんならしくやってくれてるからすごいなんか嬉しい。なんか変にさ、やっぱり先輩を追ってっていう気持ちは、それはこう先輩としてすっごい嬉しいんだけど、やっぱりさアイドルやってるってさ、アイドルって永遠にできるものじゃないからさ、やっぱ自分たちの今一番やりたいもの、自分にしかできない雰囲気っていうのを出して楽しんでほしいから、こう変に私たちの時はなんかまあかっこよかったけど、それを追いすぎてね、なんか自分の理想から外れていっちゃうとかはね泣いちゃう。ごめんなんだなんてめっちゃ嬉しい、どうしよう。嫌だからさ、なんかすごい自分たちらしく頑張ってくれてるのがすごい嬉しいから、もう本当になんかこのままスペシャル可愛いみんなで、ね、楽しんでほしいって思っちゃうから、もういいんじゃない、前の曲全部捨てちゃえば。それは大事です。個人的に私、うんうん、クニさんの次のリーダーなんですよ。そうなんだよね。あの謎にあのクニさんたちが卒業した後、うんうんうん、リーダーがいない期間が、うん、多分あって、私のリーダーが強すぎてもう絶対王者みたいな感じになっちゃってたから、うん、なんか逆にこうリーダーを作らずに、うん、みんな横一列でみたいな雰囲気もいいんじゃないかっていう話が多分あの頃上がってて、うん、みんならしく、ちょうどさゆりがの代に変わった時がみんなね同い年ぐらいだったから、ね、みんなで手取り合って、うん、こうクラスの雰囲気みたいな、はい、学校みたいな雰囲気でやった方がいいんじゃないかって話で多分そうなったと思うんだけど、そっか、結構変わりに変わって、やっぱりなんかやっていく中で、うん、やっぱ目指すものがクニさんたちの代のパフォーマンスっていうのはやっぱ変わらなくって、うん、でその、まあ、横並びのその時期も、うん、やっぱそのならではの良さももちろんあったとは思うんですけど、ね、やっぱりそれでも届かないものがあったりすると、うん、やっぱり目指すものはやっぱクニさんたちってなって、うん、やっぱリーダー作って、うんうんうん、まあ、あの頃の友情に近づけるようにじゃないですけど、うんうん、そういう感じで結構嬉しい、ミーティング重ねてありがとうリーダーになりました。もう自分らしくね。でも私クニさんの MC が大好きで、いやいや、うん、私結構アイドルアイドルしてなかったからなんかこんな感じでいつもみたいな感じだったから、それが好きですね。なんか今のねヨヨジョの雰囲気とは全然違うさ MC だったからなんかもう今日も心配よ、なんかこんな
ね、いやいやなんか可愛い子たちの中に混ざってすいませんよ。いやいやいや、みお泣いてる大丈夫花粉症が花粉ムードぶち壊してしまった花粉ある大丈夫こんな密閉されたくてなんかみんなさアイドルと一緒に舞台とかも出演してるんだよね。はい、そうですね。そっかそっか、みおちゃんは私はまだ全然最近ね始めた。キララなんかずっとね女優さん一本で、うんうんうん、一本でやっ て, てそうだよね。でさゆがやってみないって言ってくれて、うんうんうん、アイドル始めました。そうなんか私もね今一応アイドル辞めて女優一本で活動させてもらってるんだけど、うん、全然さなんか、うん、わーい共演だみたいなないじゃん。ないですね。なんかさ早く共演したいよね、なんかしたいです本当に。そうですよね、最近はもう女優さん一本で、女優さん一本やらせてもらってて、うんうんうん、はい、昨日まで実は本番があって、そう舞台の本番が昨日終わって次は12月に舞台化させてもらうんだけど、全然ねみんなと共演できないから、そうですね、ちょっと頑張ってみんなと共演できるようにこちらこそ頑張ります。でも頑張ります。くにさんのお芝居1回しかまだ見たことなくて、うんうん、多分なんか私が舞台に立ってる時に逆に後輩の子たちにライブに出てもらうってことが多かったから、確かに多分私がこう舞台でライブに出れなかった時にさゆりが代わりに入って、うん、そうですね、そうライブしてくれたこととか最初の頃めちゃくちゃあって、さゆりやっぱ踊れるし覚えるのも早いから、めっちゃプレッシャーでしたよ。くにさんの代わりってマジでやばいですよ。私めちゃくちゃ安心して、あ、さゆり入ってくれだったらもう全然いいわみたいな感じで、そうだからね、うん、一緒にね共演したり、はい、見に来てもらうってこともね、うん、ちょっとできなかったんだけど、うん、確かに、うん、でも、ね、くにさんってやっぱもうとにかくエースだし、リーダーでありエースだから、うん、歌割りも多いし、うん、位置もセンターが多くて、うん、私代わりに入るのにすごい真ん中ばっかりでもう、あ、重圧みたいな当時はすごいプレッシャーがすごかったからね。センターだったのはあれは身長バランスだからいや、ほんとほんとなんかね、身長が私150ないから、うん、メンバーで並んだ時にやっぱ三角のフォーメーションとかで後ろにいるとすんごい遠近感出ちゃうからだからセンターが多かったってだけで、そう全然上手いからセンターとかじゃなかったから、いや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 、でも本当に今日、うん、国さんをすごいナンパしてるみたいな感じになってしまうんですけど歌もだし、いやいや、ダンスもめっちゃパワフルで、うん、くにさんってすごいですよね。本当に。結構メンバーで、今のメンバーでもやっぱ悔しいこととかあるたびにこうなりたいよね、あしたいよねみたいな、結構ねこの代になってやっとそういう高みのあるミーティングができるようになったかなっていうのはありますね。年齢層が上がったのもあるけど、やっぱり前まではちょっとなんだろう、それこそ学校そうだ、ね、みたいなところもあって、うん、いい時はもちろん楽しいけど、うん、悪い時はやっぱちょっとやっぱ低レベルなことで喧嘩もあったりとかしたんですけど、うん、今はねいい感じに、うん、そうだね、うん、そう、もうなんかこう新しいアーシャの写真とかも見たけど、はいはい、なんかめっちゃさみんなの雰囲気とかも揃ってて、なんかこうグループ一丸となって上を目指していこうっていう雰囲気が、なんか写真とかからもさすごいなんか伝わるからさ、めっちゃいいなと思って、ね、頑張ってほしい本当に。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。皆さんのその撮る写真がね、あのツイッターとかで載っけていただくことでぜひ豊川宣伝にもなりますので、名前もつけてね、くにさんの方もお願いします。めっちゃ嬉しい。でもやっぱ憧れでもあり、ね、先輩でもありっていう、すごいなんか唯一無二な感じ、うん、いや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 、でもなんだっけ23日あさってかな、一緒にね、はい、ライブに出演させていただくということで、そうなんですよ、だから今後さコラボとかできたらいいねっていう話をね、はい、してたんだけどね、まあ、次回はね一応なんか私はソロで一人ぼっちで出るので、はい、ちょっといずれコラボできるように、うん、何周年記念とかでね、やりたい、みんなでコラボできたらねめっちゃ楽しいよね。めっちゃ練習のモチベになるよね、くにさんとコラボできるってなったら、むしろ一緒に練習しようね置いてかないで、いやいやいや、練習しよう。でもやっぱこのラジオ始まってから、うん、いろんなゲストさんに出ていただいたんですけど、うん、そのずっと友人の先輩に出てもらいたいっていうのがずっとあって、うんうん、もう第1号で来てくださってありがとうございます。もぐにさん今舞台がいっぱい、そうね、舞台が中心で活動させていただいてるので、うん、まあ、コロナがねもうちょっと落ち着いたらね、うん、もっともっと精力的に活動できるかなと思うけど、うん、まあ、なんかやっぱりどこ行っても代々木女子音楽院のもともとリーダーだった人っていう目で見てくださってる方もやっぱりいらっしゃるから、はい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 、ちょっと私も恥ずかしくないようにさ、ちょっとお肌のケアとかしていつまでもねかっこよくて綺麗な、ね、先輩になれるように頑張り
います。そのままだよね。ダメよ本当に。みんなちゃんとビューティープラス通してからツイッターに送らないんで。ダメですよ、そのままの画質で送らないでくださいね。いやなんかこうはい、めっちゃ面白い。もうね、さっきもちょっと話してたんですけど、くにさんたちの代の曲ですごくね、もうエモエモの、うん、かっこいい曲があって、うん、ちょっとよかったらちょっと今日はくにさんに曲振りをお願いしたいんですけど、はい、じゃあとってもかっこいい曲です、はい、皆さん聴いてください。代々木女子音楽院で道。
ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと久しぶりにさ、代々木女子音楽院でって言ったらさ、ちょっと甘がみしてよ。代々木女子音楽院で仕方ないです。ちょっとね、ちょっとね、ちょっとブランクあったわ。許容範囲で大丈夫です。いや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 、ちょっと私たちの声でびっくりしたわ、はい、今音源がね。そうなんですよ、そうなんですよ、力強い声で、はい、ね、ありがとうございます。わざわざちょっと私たちの大のね曲をかけていただいて、ちょっとここで一つ質問というか、はい、あのアドバイスをいただきたいなと思ったんですけど、うんうん、ちょっととにかくエモ曲友情多いじゃないですか、うんうんうん、多いね。かっこいい曲をどうしたらその曲のままのかっこよさで、うん、歌えるのかなっていう、うん、やっぱ今の私たちで歌ってもちょっとなんかへんてこりんというか、そう、ちょっとなんかへなチョコ感が出ちゃうんですけど、それどうしたらいいんですかね。もうね、年を取るが一番いいかもしれないんだけど、やっぱね、なんかこう高校生の時は高校生らしいでね、なんか二十歳の時は二十歳らしいさ、なんか自分らしさがあるから、無理にね、かっこつけようとするのはさ、ちょっとまたね、そこでへなチョコ感が出ちゃうかなと思うけど、でもやっぱりなんかそれをなしにしてアドバイスをするなら、うん、もうなりきる、かっこいい自分をもう想像してなりきり続けるというか、うん、曲中、まあ、みんなさ、女優さんもやってるわけだから、はい、その辺は得意だと思うから、なりきるっていうのが一番大事かな、うん、ありがとうございます。めっちゃ貴重なアドバイスを、うん、でもなんか私結構多分ね、プロデューサーさんとかにはバレてたと思うんだけど、はいはい、結構ね、立ち位置ミスったり振りをね、ちょっとミスったりするタイプだったのね。え、そうなんですね。だからかっこいいエモ曲の時に、こう立ち位置とか間違えるとちょっとそれでおもろくなっちゃってそういうところでね、ちょっと集中が切れがちなんだけ ど、 やっぱね、集中切らさずこうかっこいい自分になりきって、うん、もう最後まで、うん、もうずっとドヤ顔ぐらいな気持ちでなるほど、踊り切ることかな、うん、なるほど。あとはシンプルに体力をちょっとつけると、ね、踊り切れるかなと思うけど、あ、みんなからもなんか、うん、せっかくだしね、うん、この場合、はいはいはい、私あの今新曲っていうか、うん、あの前の昔の曲とかも、うんうん、最近振り入れとかもしてるんですよ。そうだね、新しいバージョンに。そうなんですよ、うんうん、でも全然もうあの難しすぎて、うん、入らないんですよ。頭に入らないそうなんです、うん、どうやったら入りますか。そうだね、ツッキーは天然さんだからねどうしよっか、うん、じゃあなんか塗りの爪の赤を煎じて飲めばいいんじゃないかな、うん、すごい原始的なやり方それで上手くなったらね誰も苦労しないじゃないないですでもなんかズッキーにはズッキーのいいところが多分あるから、うん、なんか頑張りすぎず自分らしくでいいんじゃないですか。今日やばい、泣いちゃうよね、もう本当に。 いいよ、もうみんなすごい頑張ってるからさ頑張るのやめようぜ。好きなだけじゃなくて、うん、結構あのグループに一人天然の子っているかいないかじゃないですか、うんうんうん、普通は、うん、友情って基本的に二人以上いるんですよ。いるね、本当に。そうだね、私の代の時もいたね、二人ぐらいちょっと話がね、こう異次元に曲がってっちゃう子がいるんだよね結構あの月田なんかも、うん、あの普通の真面目な話ももちろんできるし、うんうん、熱い時はめっちゃ熱くて、うんうんうん、もうさすがって思うんですけど、うん、分かる分かる。本当に調子乗った時の月田はマジで何言ってるか分からないですよ分かる分かる分かる、ね、みんな、うん、どういうことみたいなねえ、わかんないっていう。な誰と話してるみたいなね、どうした。結構パーっていっちゃう時もあって、うん、あと今日いないアッコも、うん、なかなかですよ、あの子も。うわ、アッコちゃん本当にそういう雰囲気出てる。一回アッコと月な国さんにちょっと修行を3人でショールームとかやったらさすごいことになりそうだもん。めっちゃ腕上がると思う、国さんと一緒にいれば。お願いしますちょっとじゃあ合宿みたいなしよっか。怖いよ怖いよ。行きます。なんか二人からも。でも私あのダンスの覚えるのがすごく苦手なので、うん、なんかどうや慣れなのかって言われちゃってます、うん、それまでなんですけど。なんだろうね。ダンスってどうやったらなんか覚えられるのかなってすごく思って。なんだろう、鏡見ないで練習をする日を設ける。なんかライブの時ってさ前に鏡ないじゃない、うん、そうですね。そうだから鏡なしで練習しをする日を設けるとちょっと覚えられるかもしれないけど、わかんない、私も覚えられない人だったかな。いやでもこれ全国のアイドルの方がこのラジオを聞いて今めっちゃためになってると思う。いや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 、いや私もね本当に覚えられなくて、いや本当にね苦手だったから、うん、
なんだろう、繰り返しやるしかないよね。わかる。それ大変だよね。私逆にあの、うん、歌がすごい苦手なんですよ、うん、相談会だね歌ね、わかる。あれはもうね、あの A メロ、B メロとかは歌うときあるじゃない、うん、あの歌が苦手な人はね、頭の歌の人をよく聞いてもうそこで音程をね、取ったりとかして、そうそうそう、自分が歌う前にこう準備をもうする、うん、そうだから私は結構出だし歌わないことが多くて、私が出だし歌い始めると音が外れちゃうんだよねだからこう出だしは歌が上手いさゆりとかにお願いしてその後ろをねついていくとか、ちょっと対策をグループで取るといいかもね。歌はね、そのうち歌ってれば上手になっていくから、うん、そう、上手くなるまでメンバーで支え合って、わー、頑張ります。ありがとうございます。これだ、あれだね、友情がもっと売れたら、うん、みんなで国さんに叙々苑を。ありがとうありがとうなんか、うん、ね、王国とか建ててくれてもいいよ友情王国みたいな、ね、偶像と、うん、王国建てなきゃいけいや本当にありがとうございます。こちらこそ、じゃあためになってね、うん、頑張ろうね。でも、まだ新体制になって、うん、7月25日に新体制になったばっかりなので、うんうん、そうだね、もうすぐ2ヶ月っていうところでね、うん、まだまだよ。ゆっくりやっていきましょう。はい、ちょっと何かあったらまた国さんを。そうだね、出ます、ね、出ます、いいですか、はい、なんか休みとか出たら連絡してしまう休みとかでいいんですか。穴埋めに、穴埋めに行くわすごいパンチがもう強くてもうみんな国さんだけ見るみたいなやべえやついるみたいになるかもしれないけど、でも国さんの舞台もね、見に行きたい、ね、私もみんなの見に行きたいし、はい、もっとね、ライブで一緒にね、共演とかできるようになったらね。そうですね、コラボ本当にしたいですね。コラボしたいね。やっぱりセカンドチャンスとかやりたいもん。やりましょう。できるかな、あんな、なんか可愛い踊り。いきます、いきます。できるかな。ちょっとじゃあ密かに練習しとくねもう国さんをずっと真ん中にして、確かに、もううちらはもう自由移動みたいな感じで、ダンサーなみ、もうそうそう、あの構成も決めずに自由に絡ませてもらうみたいなのがいい気がする。確かに私立ち位置ちょっと覚えられないタイプだからちょっともうあのバッテンとか書いといてもらって丸で囲ってもらってここから出ないでくださいっていうエリアを作ってもらえたら踊れるからちょっとそこも助け合いしてもらって、思ったより一緒に活動すると私ポンコツだから助けてもらえるなら。いやでも本当になんか新メンバーでね、の子たちとこんなに話せたこと初めてだからさ、なんかすごい嬉しいし、ね、これからも予備女子音楽園よろしくお願いします。お願いします。みんながいるからさ、名前が続いてるからさ、いや本当嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ります。やっぱね、コロナの時にやっぱ活動ができなくて、ね、本当だよね。そうなんです。やっぱライブアイドルならではの苦しみというか、うんうん、まあ舞台もそうですけど、ね、やっぱりね、今こうやってラジオできるだけでもすごいありがたい。本当に本当に、うん、今日もね、しっかりあのラジオ聞いてくださってる方はちょっとわからないと思うんですけど、そう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 、シールドがね、そうちゃんと、ね、守られております、ね、対策をしてやってるので、ね、ありがたいですね。本当にね、あの、うん、GoTo キャンペーンも解除されたし、うんうん、そろそろきっとね、あの、ね、地方の方からね、来てくれたりとかもきっと ね、うん、多分地方でさ、なんかやっぱり応援してくださってる方とか会いに行けなくてね、もどかしさ感じてると思うけどさ、うん、でもほら YouTube とか再生してさ、再生回数伸ばしてくれたりさ、こうライブの情報リツイートしてくれたり、リプしてくれるだけでもさ、うん、結構皆さんが思ってる以上にさ、アイドルってそこから元気もらってる部分あるじゃない。だからなんかね、会うことがね、やっぱり一番の喜びではあるけど、うんうん、今はね、いろんな方法で応援し続けてくれると嬉しいよね、はい、本当に。もう鳥肌が止まらないです。なんで、なんで鳥肌が止まらない。いい意味でね。そうですよ、ね、はい、これからも、はい、国さんたちの先輩たちがね、気づいてきてくださったものを大切にね、はい、受け継ぎながら、私たちならではのね、ちょっといろんなエッセンスを入れてね、うん、これからも遊戯女子音楽院というグループのね、素晴らしさを伝えていきたいと思います。国さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとあれですね、告知を。はい、すいません、はい、じゃあ告知だけと、さっきもね、少し言わせていただいたんですけれども、はい、9月の23日水曜日に青山リズムさんというライブハウスで、スイーツガールズアット東京っ
ていうね、はい、ライブにゆうじょちゃんと一緒に対バンで出演させていただきます。新体制になってね、一緒にライブするの初めてなので、よかったら皆さん撮影も可能、うん、あ、そうですか、はい、ということで、私もね、皆さんに写真撮られるのすごく楽しみにしておりますので、よかったら会いに来てください。あとは12月の3日から12月の6日まで、舞台おかしな転生おいしい笑顔の作り方っていう、うん、舞台にキャエラ役で出演させていただきます。元がね、漫画になってるんですけど、それの舞台版でございます。すごい、はい、その頃にはね、コロナも落ち着いてるといいなと思うので、本当ですね、はい、ぜひ見に来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お願いします。ぜひ叙々苑に、はい、叙々苑行きましょう。ありがとうございます。はい、いや、ちょっと楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、本当に結構あっという間に時間が、うん、ねえ普段やっぱね、50分間をいただいてね、ゆうじょの枠でね、うん、私たちお話ししてるんですけど、過去一あっという間に、いや本当によ、ね、すっごい楽しかった、うん、ね、本当に、うん、ということで、本当にあっという間に終わりの時間がやってきましたので、はい、ちょっとまずは初めて今日出たキララどうでしたか、うん、はい、なんかもう昨日配信やったんだけど、その時からずっともう明日楽しみしか言ってなくて、もう初ラジオだし、ゲストがもうクニさんだし、でもなんかね、楽しみなことしかなくて、やっぱ今言ったけど、すごい50分間がすごくあっという間で、なんか楽しい時間でした。よかった。じゃあミオは2回目だね。どうだった？2回目だね。なんか最初の時よりかはもう緊張はしてなくて楽しめたんだけど、クニ、うんうん、さん初めましただから、それに緊張して違う意味で確かに、ね、大先輩だと思って、うんうんうん、でもすごい楽しめたからよかった。よかったでした。はい、最後ポワーっといっちゃう月野さん、どうでしたか、はい、ちょっとじゃあ真面目に喋ろう。真面目にね、真面目な感想を言うね、うん、じゃあ笑わないでおくわ。分かった、はい、あのね、うん、こんなにためになった日、うん、このライブ、うん、ラジオ、うんうん、初めてだなって思った。なんか久しぶりに、なんかなんだろう、自分がお披露目前にさ、うんうん、まだ4時入るっていうの内緒の時に出た日以来の、なんかワクワクしたドキドキっていうのがなんかあった今日。お、結構真面目な感想でした。いや本当に、じゃあ私はあんまいつも感想言わないけど、今日はちょっとね、いいよ言いますわ、うん、やっぱクニさんが私の中でも大きい存在だったから、うん、今日横にね、いて、しかも私が回す立場でさ、うん、ゲストとして出てもらう日が来るとは思わないじゃん、うん、ドキドキだったよね、ドキドキだったよ、噛まないのすごかったよね。いや、本当によ、本当によ、もうドキドキだったんだけど、うん、やっぱりなんか今でも見てくださってるっていうのだけでも嬉しいし、ね、一人一人にね、アドバイスもくださって、うん、めっちゃうるっと、いや来ちゃった、本当にね、うん、もうクニさんが元ヨヨジョですって胸を張ってね、うん、言えるようなグループでいたいと思うし、クニ、うん、はい、さん以外の先輩方もね、うん、たくさんいらっしゃるので、ね、ここがさ、すごいヨヨジョの歴史を刻む場所みたいになったら素敵じゃない？本当に素敵、ね、うん、みんなヨヨジョの歴史をこれからも見てほしいなと一緒に頑張ろうね、みんな、ね、一緒に頑張ろう。そう、今日すごいいろんなね、ところから来てくださったり、うん、あと撮影可能ということでね、カメラ持ってる方も多くて、うんうん、そう、ぜひね、この後チェキも撮れますので、よかったらね、はい、撮りに来てください。そして私たちからもちょっと一つ告知をさせていただきたいと思います。はい、私たちこのラジオは毎月第3月曜日にやらせてもらってるんですけど、うん、毎月第4土曜日にマグネット by 渋谷109の屋上さんにて定期ライブをね、やらせていただいております、うん、今月は26、はい、もうこの日限りの、いや超かわいい衣装を着ますね。楽しい、はい、まあ、ちょっとネタバレしない程度に言うと、うん、あ、これでネタバレしたらごめんね。いいよ、いいよ、いいよ。夏に、はい、みんなで着たかったものだよね、はい、そうだね結構もうネタバレに近いんだけど、うん、ぜひね、皆さんちょっと遅めの夏と秋の始まりを楽しみにというかね、うん、45分間も
ライブがあって、うん、一部二部構成なんですけど、一部は45分間のライブ、うん、二部はドット BPM ちゃんというね、前回、はい、前々回ぐらいかな、ゲストで出てくださった前回だね、うん、そうだね、グループのこの二人のね生誕祭もあるので、よかったらまだチケットありますので、よかったら来てください。よろしくお願いします。お願いします。はいはい、ということで最後にこの曲を聴いてください。山の手ガール。次回は10月19日月曜日、ここクロス FM で午後5時から公開生放送でお送りします。観覧無料、撮影可能でね、その後はチェキも取れるということでね、ぜひぜひ皆さん来てください、はい、そして遠くに住んでる方とかね、ちょっとお家で聞きたいなという方は 88.5MHz で聞けるので、ぜひ皆様来月もよろしくお願いします。お願いします。来月はどうだろう、5人揃うかな。
揃いたいね、揃いたい。そして結構毎回恒例というかゲストが豪華ということでね、次回も楽しみですね皆さん、ね、今日は聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。そろそろ終わりかな。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。イエーイ、みんなありがとう。